突然ですが、後出しじゃんけんです。負けてください。勝ってください。負けてください。負けてください。野鳥の数を数えてください。ジョイコンを使った新しいトレーニングや、これまでの脳トレシリーズから厳選したトレーニングを収録。東北大学加齢医学研究所川島隆太教授監修、脳を鍛える大人の任天堂スイッチトレーニング。脳の機能は年齢とともに低下していきます。そこで積極的に脳を使う習慣が大切です。本作を使って脳年齢を測定。トレーニングを続けることで脳機能の向上が期待できます。右のジョイコンのこの部分にはモーション IR カメラが内蔵されており、手をかざすと指の形を読み取ることができます。この機能を活用した指を動かすトレーニングと脳年齢チェックを新たに収録。画面の指示に従ってじゃんけんをする後出し勝負テスト。計算問題を指で答える指計算。頭では分かっていても実際にやってみるとそう簡単にはいかない時も。さらにジョイコンを裾分けして2人で対戦するトレーニングも新たに収録。野鳥を数える速さを競う野鳥数え。箱の数を覚えて答える箱数え。任天堂スイッチを縦に持ってタッチペンを使うトレーニングも充実。実際にやってみましょう。パーツを組み合わせて漢字を作る漢字合成。一つ前に表示された写真を覚えて答える直前写真。数が一番大きな数字を選びながらハードルを飛び越える新作トレーニング二重課題。トレーニングの後は細菌撲滅でリラックス。もちろん脳年齢チェックでは脳年齢を測定することができます。本作では日々のトレーニングをサポートしてくれる新しい機能が搭載されています。トレーニングの時間を設定すると、スリープ中でもトレーニング時間を教えてくれるアラーム機能、日々のトレーニングの成果をお知らせする脳トレメール、例えば
離れて暮らしている家族のトレーニングの状況が自動的にメールで届きます。トレーニングの結果はランキングで表示され、インターネットにつなげばフレンドとも競い合うことができます。定期的に開催予定の世界一斉脳トレ大会、参加者の中での自分の順位が確認できます。他にもいろんな種類のトレーニングが収録されています。あなたの今の脳年齢を測ってみませんか。東北大学加齢医学研究所川島隆太教授監修、脳を鍛える大人の任天堂スイッチトレーニング。パッケージ版にはスイッチ用タッチペンが付いています。